閣議の概要について申し上げます。一般案件等11件、法律の公布、人事が決定されました。大臣発言として谷大臣から海洋基本計画の変更について、経済産業大臣から特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定について、令和4年度中小企業の動向及び令和5年度中小企業政策並びに令和4年度小規模企業の動向及び令和5年度小規模企業施策について、文部科学大臣から教育未来創造会議の未来を創造する若者の留学促進イニシアチブの報告について、総務大臣から労働力調査結果について、厚生労働大臣から有効求人倍率について、岸田内閣総理大臣から海外出張不在中の臨時代理等について、それぞれご発言があり、私から2027年国際園芸博覧会関係閣僚会議の開催について申し上げました。閣僚懇談会においては、河野大臣から令和5年度消費者月間についてご発言がありました。次に、岸田総理は4月29日から5月5日までの日程で、エジプト、ガーナ、ケニア、モザンビーク及びシンガポールを訪問する予定です。訪問中、岸田総理大臣は各国の首脳等と会談を行い、G7 広島サミットに向け、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けた我が国の決意を改めて伝達するとともに、さまざまなグローバルな課題への対応における連携等を幅広く意見交換を行う予定であります。次に、本日の閣議前に最終処分関係閣僚会議を開催し、その後、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定を閣議決定しました。我が国において高レベル放射性廃棄物の問題は、原子力に対する国民の皆様の懸念の一つであり、原子力を進める上で重要な課題です。今回の基本方針の改定に沿って、政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分の実現に向けて取り組んでいきます。詳細は後ほど経済産業省において説明があると聞いておりますので、そちらでお聞きをください。次に、本日、国家安全保障会議及び閣議におきまして、特定妨害行為の防止による特定社会基盤の役務の安定的な提供の確保に関する基本方針、および特許出願の非公開に関する基本方針が決定されました。詳細につきましては、内閣府にお尋ねをください。次に、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について申し上げます。昨日、厚生労働大臣から新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症と認められなくなり、5月8日から感染症法の5類感染症に位置づけられる旨、公表されたことを踏まえ、連休中の海外旅行者の帰国を円滑化する観点からも、水際措置を変更します。具体的には、4月29日午前0時以降、すべての入国者について陰性証明及びワクチン接種証明書のいずれも提示を求めないこととします。合わせて、臨時的な措置の対象となっている中国本土便による入国者に対する入国時の検査について、他の国、地域からの入国者と同様、有症状者に対する検査に変更します。また、5月8日午前0時以降、感染症ゲノムサーベランスを開始することとし、それまでの間は、すべての入国者に対して、有症状者に対する入国時の検査及び陽性時の施設等での療養を継続します。詳細につきましては、事務方から説明をいたします。私からは以上でございます。共同するプレス、スーダンからの邦人退避の関係でございます。政府は27日、スーダンから新たに邦人4人とその家族1人がジブチに退避したと明らかにしましたが、5人の怪我の有無や健康状態についてお聞きします。また、これまで退避した邦人らの帰国に向けた調整状況のほか、現在もスーダンに残っている邦人の人数と安否、新たに退避希望を示している人は何かについてもお尋ねします。
昨日新たに退避を希望された在留邦人4名及び邦人のご家族1名がカナダの協力を受けてスーダンを出国しジブチに到着しました。退避した方々の健康状況については特段問題がないとの報告を受けています。退避にご協力いただいたカナダやジブチその他すべての関係者に心より感謝申し上げます。ジブチに退避した在留邦人とその家族のうち日本への帰国を希望される退避者について政府の手配したチャーター機で帰国する方向であります。チャーター機は明日29日に日本に到着する予定です。現時点でスーダン国内から退避を希望する邦人は残っていませんが引き続きジブチ臨時事務所での対応を含め日本政府としてスーダン国内に在留する邦人の安全確保及び必要な支援に全力を挙げて対応していきます。毎日の側です。完全にチャーター機で帰国される予定の、方の人数は分かりますでしょうか。現在帰国を希望される方等々で、希望を取り調整するところでございます。テレビ朝日の車です。話題変わります。2007年にミャンマーで殺害された永井健司さんについてお伺いします。取材中にですね、銃撃されて亡くなった永井健司さんがですね、保有していたカメラがミャンマーのジャーナリストを通じて昨日遺族に返還されました。政府としてもカメラの返還を求めていたと思いますがこうした形で実現したことについての所感をお願いいたします。2007年9月永井健司さんがミャンマーで取材中に銃撃されお亡くなりになるという痛ましい事件の発生から15年以上が経過しましたが改めて哀悼の意を表するとともにご遺族に対し慎んでお悔やみ申し上げます。政府として事件発生以降ミャンマー側に対し事件の真相究明とともにビデオカメラを含む遺留品の返還を要求してきたところであります。今回永井氏のものとされるビデオカメラが返還されたことはご遺族の意向に沿ったものと受け止めていますが長い年月を要したことは遺憾であります。関連して永井さんの殺害の経緯についてはですね、日本政府や遺族は至近距離から銃撃されて殺害されたとしている一方でミャンマー政府は遠い距離からの流れ弾に当たった事故だという主張を続けています。今回のカメラが見つかったことを踏まえて改めてミャンマー政府に何かあしら働きかけを行う予定はありますでしょうか。いまだ両国間で事実認識に相違があり政府としては引き続きミャンマー側に対し真相究明を求めていく考えであります。話題があります。西日本新聞をお話しています。陸上自衛隊輸送機オスプレイの佐賀空港配備計画についてお聞きします。5月1日駐屯地の建設予定地の地権者による会合が開かれ土地売却の鍵が決まる見通しで大きな節目となります。政府として安全保障上コスプレ配備の意義をどのように考えるのか改めてお伺いします。陸上自衛隊が導入しているオスプレイの佐賀空港利用にかかる用地取得については防衛省が佐賀県有明海漁業組合と調整を進めており関係者の皆様にご理解をいただいて駐屯地用地を取得し陸自オスプレイの配備を進めていきたいと考えています。固定翼機のような巡航速度や航続距離といった高い性能を有する陸自オスプレイは我が国の島嶼防衛能力を強化する上で不可欠の装備品で特に我が国島嶼部への侵攻があった場合に速やかに本格的な水陸両用船を担う水陸機動団を迅速に島嶼部に輸送する上でも必要なものであります。長崎県佐世保市に所在する水陸機動団と一体的に運用できる佐賀空港に陸自オスプレイを配備することでその能力を最大限発揮することができると考えています。また陸上スプレーの高い能力を活用することで九州地方を中心とする災害救援や離島における救援輸送にも極めて有益であります。 NHK の古垣です。冒頭ご紹介にありました水際措置についてございます。従来から新型コロナの5類移行に伴いまして連休明けの5月8日には法律に基づく措置が取れなくなる方向でした。今回それに先立ちまして発表されたような対応を講じる判断をした理由や狙いを重ねて伺います。
今回の水際措置の変更は、新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症でなくなることが確定したことを踏まえ、連休中の海外旅行者の帰国を円滑化する観点からも、可能なものから速やかに措置を終了することとしたものであります。計画されている駐屯地をめぐっては、将来的な米軍の特例による訓練移転や配備などを懸念する声が地元から出ています。また駐屯地建設が海洋汚染を招き漁業被害につながるとの懸念もあります。それぞれの懸念について政府はどのような認識を持っているかお聞きします。これまで防衛省から佐賀県等に対し、開設する陸上自衛隊駐屯地には米軍の常駐計画はないことを説明してきていると承知しています。また現時点において米軍の具体的な利用内容が決まっているわけではありませんが、オスプレイの訓練移転は沖縄の負担を全国で分かち合う取り組みであり、佐賀空港に集中することは想定しておらず、また佐賀空港の利用にあたっては佐賀県に対して丁寧に説明をし理解を求めた上で行う考えであります。今後佐賀県有明漁協からのご要望を踏まえた排水対策の具体化をはじめ、駐屯地の設置や運用が周辺地域に与える影響について、市民の皆様がお持ちのご懸念や不安を解消し、駐屯地の開設が地域の発展につながっていくよう佐賀県等と連携して対応していく所存であります。よろしいでしょうか。ありがとうございました。